どうもどうも、かぼちゃマンです。はい、響きワールドへようこそ。ということで、ここはどこでしょう？わかるよね。エンドシティです。はい、新たなカギガトをゲットすべく、エンドシティの方に来ております。あるかどうかですよね。はい。でね、結構大きいのあったんですよね。大きいエンドシティね。でここなら多分出てくるでしょうということで、今日はね、ちょっと探索の方やってまいりたいと思います。ということで、早速始めてまいりましょう。はい、ということで、シップ、船ね、あるんで、そこにひょっとしてあるんかなと思ってね、ちょっとこれ、ブロックだけもらっていこう。ドラゴンの頭取らないといけないんで。でいいかな。はい。じゃあ早速ね、シップ、なんか、あれ、貼り薬だな、みたいだな。船、攻めたいと思います。どこだっけ？あっちだね。ちょっと向こう側から回ろうか。久しぶりだからね、怖いわ。入ります。見にくくて、あ、いるね。早速ここいるよね。あ、どっか行っちゃった。くそ、どこ行った。下ろしてくれ。まあ今回は鍵型さえ見つかればそれでいいんで。ないんか。どっかから撃ってきてる。いないよね。あったわ。早い。これさえ手に入ればいいんです、私は。で、これも、もらって、早いね。見つかったらもう帰ろうか。だよね。だから船にあるんだね。多分、船にさえ乗り込めば手に入るという簡単なやつでございます。で、あとは、まあ、あとはシルカーの殻、適当に取って帰ればいいでしょう。ここら辺もらっとこう。ここいるね。こっちが撃ってくる。はい、倒しました。殻もらいました。ありがとう。こっち側にいる？どこで撃ってんだ？来た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 。あ、浮いちゃった。ここら辺から穴開けてちょっと降りたいんだけど、ここ穴開けりゃこれだよね、こいつだよね。はい、倒しました。ああ、まだいたんか。いや、飛んでたやつかな。殻は？殻はないか。じゃあ頭もらおうか。怖いな。頭ちょうだい。ああ、下落ちてった。どう？あ、ここら辺にあんのかな。やっちゃったね。まあ、頭いっぱいあるからいいんだけどね。どこら辺の位置だ。こっちか。ここら辺だよね。にしておいて、あったあったあった、これだ、はい、見つけました。ここの地図のエリアね、前に来てた場所なんですよね、近くまでね。で、一番初っ端エンド来た時に、最初に開拓した場所がすぐ近くにあります。じゃあ軽くシルカーを倒していきますか。
エンターパールもちょっとこっちやっとこう。いないか。こうして、どっち方向でいいんだ。こっちにいたい方がいいんか。そうだよね。いる？見えないね。もうダイジェスト版になっちゃうかな。ここら辺から倒していくか。当てられてしまったのね。結構上がっていくけど。何？どこ、どっから撃ってる？殻が結構どこいんだよ。飛んでったね。ありがとうどうやって上がっていく？あそこに殻ある。ここに殻があるんだよね。あそこにいるよね。跳ね返された。開いた。よし、走ります。殻なし。上げておくれ。よし、ちょっとやばいね。フルボッコじゃん。ちょっと浮遊さしといておくれ。どこ？撃たれまくっております。よし、終わった。殻はそんな言うほどないのか。ここはこんだけか。いないか。あ、いるね。よし、あ、飛んでっちゃった。また地獄の始まり。あ、見えねえ見えねえ見えねえ。あ、見えねえ。よし、倒した。ここいるはずだよね。倒した。あ、まだいる。まだいますか。どっから飛んできてる。あ、ここか。倒した。下降りるところまで。まだいるね。から、外側かあ、ここにいるわ。自分でダメージ受けてるやん。倒しました。
落ちたんかな、下に。ああ、これ下だな。あそこにも殻あるね。オープン。なんだ。いて。よし。オッケー。ちょうどいいわ。さあどうかな。あった。まあもう手に入れてるからいいんだけどね。はい、お疲れ。え、まだいるな。外か。外はまあいいや今は。とりあえず攻略が優先だね。優先だねって。ここにいる。あ、ここいるわ。からあるね。あーあーあーあ。オッケー。ガラス。はい、ということで一応攻略終わりました。チュルカちょっと何体か残ってるかもしれないんですけど、まあいいでしょう。ということでこちらね、戦闘風でいいんかなこれ。そうだよね。戦闘風の装飾、手に入りました。で、こっち側も先に取ったやつですね。だからこれとシュルカーの殻。うん。で、こっちに合わせておきましょうか。で、一応シュルカーの殻もちょっと取り逃したのもあります。下落としちゃって取り逃したのもありますけども。一応32個。だから16個作れるということですね。になりました。うん、OK ですね。じゃあ帰る準備しましょうか。向こうに帰って早速装飾しましょう。見えないね。ここら辺だよね。高く飛びすぎた。あ、高く飛びすぎたね。はい、帰ってまいりました。はい、帰ってまいりました。ではサクッとね、装飾して飾ってみましょうか。これですね。はい。あ、結構防具手に入ったから助かるね。ダイヤは？ダイヤ11個か。真ん中置いて、こうですね。はい。5個。で、7個。これでいいんですかね。頭のアメジスト。はい。シンプルなのかな？いけました。うん、シンプルですね。こっち、砦の豚っ鼻とよく似たシンプルさですね。はいはい、これでまた新たな装飾が手に入りました。海底神殿行かないといけないんかな。あとは、あと何が残ってんだろうね。はい、ということで結構揃ってきましたよ。はい、ということで今回は久しぶりにエンドシティの方攻めてみました。新しい鍵型が手に入るということでね、シティの方は比較的簡単ですね。とりあえず鍵型欲しかったら多分シップに入ってると思うので、チェストにね、まずもうそこだけエリトラがあれば攻めて取りに行けばいいんじゃないかなというふうな感じでございました。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。